現在このチャンネルでは AM4 ライゼン用の新たなるパーツ、通称噛みつき金具というものを提案公開させてもらっている最中。前回までの話を簡単におさらいしておきましょう。通常ヒートスプレッダーの上に CPU クーラーが乗る形なので、ヒートスプレッダー側面部分のここの面積に接触することはありません。この部分をもクーラーに接触させることができるのであれば、冷却性能が上がるのではと提案してみました。まあ冒頭に新たなるとか言ってるんですけども、作り始めたのは1年半以上前、初期モデルからいろいろと試行錯誤をして実験が可能なレベルまでようやく到達したのがこのバージョン3。まあ試作段階だからバージョン 0.3 としておきましょう。ヒートスプレッダー側面部分に接する部分にグリスを塗りつけて外周部分にはめ込んでいきます。一箇所切りかけがついていて、そこにネジがあるので、そこを締め込むことによってがっちりとヒートスプレッダーに噛みつく。そこから噛みつき金具、バイトクールブースターという名前にしてあります。理屈自体は超簡単で、要はヒートスプレッダーを広げちゃおうっていうことなんですよね。ヒートスプレッダーだから、スプレッダー自体が広げる、だからヒートスプレッダー広げる、わかんねえや。まあとにかく前回動画でいろいろと試行錯誤した限りでは、どうやらこの噛みつき金具の方にまで熱は到達していることが確認できたので、側面部分からでもある程度熱が移動してくるっていう様子を見て取ることができました。それで前回動画公開から皆さんからいろいろとコメントをいただくことができました。皆さんの予想だったりとかご感想とかもある一方でですね、その中で特に多かったのが、なんで CPU をつけてからわざわざそんな狭いところで噛みつき金具をつけなきゃいけないのかっていうご指摘。 CPU を外してつければいいじゃないっていうことなんですけど、これはねちょっと理由があるんですよ。自分も当初は僕もバカって思いながら、そうだよ普通に取り外して外でつければいいんだよって思ったんですよ。 CPU 自体のやっぱり向きはあるので、それに注意するということと、ピンを上に向けて取り付けることになるので、曲げないように注意しながらはめ込んでいく。そうするとネジ締め自体は圧倒的に楽になるっていうことですよね。今外でやってるからネジ回しはそんな小さいやつじゃなくていい。それによってネジも圧倒的に回しやすくなりますし、同時に平面に置いてるので、この面位置も確保することができる。一石二鳥じゃんって思ったんですよ。これだったら圧倒的にやりやすさも向上するし、確実に平面度を確保することができると思ったんですけど、この辺まではまだ気づかないんですけども、レバーを持ち上げていざソケットに差し込もうと思った瞬間に気づきます。もう勘のいい方は冒頭からお分かりだと思うんですけども、そうなんですよ、レバーが邪魔なんですよ。これを起こして差し込んで寝かせるっていう、そのプロセスが必要なので、これがねできないんですよ。逆すっぽんじゃないですけども、レバーを寝かせたままの状態で差し込む、それで上からギューって押し込む、さすがにその方法は無理がありますよね。それで結局先に取り付けるっていう方法は諦めることとしたんですよ。それで今回は過去に行っていたアサシン3を使ったこの噛みつき金具の冷却試験、この金具はあくまで冷却に寄与するのかどうなのかっていう実験になるので、全く冷えないようなただのお飾りになってしまうのか、それとも何らかの冷却性能向上が見られるのか確認してみたいと思います。映像は平行度を出すために定規を押し付けて噛みつき金具をヒートスプレッダーと同じ高さにしているところ、あとはもう釣りそうになるような手で、あの先ほどの小さいビットを使ってネジを回していきます。あとこいつがグリスまみれになってるのは多分検証の途中だったからかなんかだと思うんですよね。その辺は見なかったことにしといてください。ネジ締めは完了、平行度も問題はなさそうです。続いてグリスの塗り付け、グリスについても今回も MX4 を利用しておきます。それでこれもやってみて分かったことだったんですけども、この検証グリスの使用量が半端ない。この噛みつき金具を使って広げた面積は、まあ、ヒートスプレッダーの2倍近い面積があるので、グリスの消費量も倍ぐらい必要になっちゃうんですよね。もちろん全部が全部接触するわけではないとは思うんですけども、余すところなく使いたいので全部塗ってしまいました。 CPU クーラー側に塗っちゃうっていう方法もありなのかもしれないです。それでは実際にアサシン3を使って冷却試験を実施していきます。冷却試験は単発動作を連続で3回、その後そのまま10分間連続動作を1回実施した時の温度だったりとかスコアを拾っていきます。当時使っていた CPU は Ryzen 5の 3600 無印、もっと発熱するやつとかでも良かったかもって感じですよね。それでこちらが10分間連続動作中の温度の推移、上が金具ありで下がなし、
映像を見てみると金具ありの方がやや温度が低いかなっていう感覚はあるかもしれないんですけども、消費電力にわずかな差が生まれてしまったりとか、もっと消費電力を食うような CPU の方が良かったのかなっていうふうに思っております。ただ温度の推移をパッと見る感じではなんとなくありの方がなんか冷却性能は高いのかなっていう気がするような感じ。試験が完了したので一旦スコアと温度を比較検証してみます。でこれが検証結果を表にしたもの。単発動作1回2回3回と最後に10分連続動作という形になっています。まあ、見ていただければわかると思うんですけども、温度に関してはまあほとんど、まあ、ここ2度変わってる感じですけど、ほとんど変わらず、金具を取り付けた方とノーマル状態に比べても本当にごくわずかに取り付けた方がスコアが上昇しているのがわかります。本当にわずかですけどね。でこれは差があるのかなっていうふうに思えるのが10分間連続動作した時で、温度で言うと最大温度2度ほど低くなっているというところと、あとはスコアが100ほど上昇しているっていう感じ。取り付けによって長時間動作して初めてわずかに差が生まれるっていうような状況だったんですよね。でここでこんなもんかって終わるのがちょっと面白くなかったので、もうちょっと考えてみることにしました。まず最初に気になったのが CPU クーラーとのベースパーツの接触面積。アサシン3ご存知の通り大きなベースパーツを持っていて、こういったライゼンとかも余裕でカバーすることができるようになっています。こうやって見てみると全体的にわたって一回り大きくベースパーツは作られてると思うんですけども、それでも両脇5ミリも幅はないんですよね。本当にライゼンのヒートスプレッターちょっと一回り大きいぐらいな作り。そこにこの噛みつき金具をさらに接触させるという形にはなってるんですけども、さすがにこの大きさよりもベースパーツは全然小さいので接触してる面積ってちょびっとなんですよね。せっかくヒートスプレッターを広げることには成功はしたんですけども、こうやって見てみると接触してる部分って本当にねごくわずかな面積しかない。だから噛みつき金具で広げたこの面積のほとんどが無駄になってしまってるっていうことなんですよ。せっかくこれだけこのヒートスプレッターの面積を拡張することができているので、この外側部分の面積はできるだけ接触させたいですよね。ただ一般向けの空冷クーラーでこの面積を全部カバーできるほどのベースパーツを持っているものってほとんどなくて、手持ちの一般向け空冷クーラーの中で一番多分面積が広いのはこいつですね。以前紹介したクーラーマスターのマスターエア MA824 ステルス、これは CPU 縦方向にベースパーツが伸びているので、ベースパーツ自体の作りはでかいんですけども、底面部分が結構な曲面になっているので、変形が全く起こらない AM4 のライゼンシリーズの CPU との相性は良くないっていうのがこのチャンネルの検証結果となると、一般向けじゃないものを準備しなきゃいけないですよね。まあ一般向けじゃないっていう言い方するとメーカーさんに失礼かもしれないですけども、これは大型 CPU であるライゼンスレッドリッパー用に設計されたフライゼンっていう CPU クーラー。以前このチャンネルでもこれについてもレビューしたんですけども、実はこれこの検証のために購入したんですよね。スレッドリッパーちょっと現物持ってないんですけども、だいたいライゼンの CPU2 つ並べたぐらいの大きさはあるはずなので、今回の噛みつき金具多分大部分を覆うことができるんじゃないかと予想しています。十分な大きさがあるベースパーツを持っているアサシン3と比べてもこの大きさの違い、これだけの大きさがあれば大部分噛みつき金具をカバーできそう。あとは水冷用のウォーターブロックとかその辺ももしかしたら適任かもしれないですね。さらなる冷却試験については後ほど追試をしていきたいと思います。それで動画の時点でのいわゆるバージョン 0.3 問題点についてピックアップすると、まずは取り付け方法について、片方だけに切りかけをつけて被せるっていうところまではいいかと思うんですけども、そこをネジ止めしてある程度の圧力で噛みつかせることで接触させるという方法をとってるんですけども、コメント欄から六角レンチにしたりとか L 字型の工具を使ったらいいんじゃないかっていう提案とかもいろいろありました。実はこの取り付け方法については工場側から突拍子もない案が持ち上がっていて、現行モデルではそれを採用しているような状態です。それちょっと次回動画で公開したいと思います。続いて着目するのは素材について、今の動画で出しているバージョン 0.3 のモデルに関してはアルミを採用しています。これも単純に熱伝導率が高いっていうところもそうですし、僕の方ですぐ準備できたというところがありました。さらに工場側としても切削が非常に楽なので試作や製作っていうのがすぐにできるっていう利点があります。ただ 230W/m/K という高い熱伝導率に対して、私たちが知ってる金属で身近でそしてさらに熱伝導率高い存在がありますよね。それはご存知銅です。アルミをはるかにしのぐ熱伝導率を持つ銅の力を使えば
より効率よくヒートスプレッダーから熱を奪って冷却に寄与できるのかもしれません。原材料が安く手軽で製作も容易なアルミを引き続き使っていくのか、それとも一歩踏み込んで銅の素材を使っていくのか。実はもう次のステップの試作段階で銅を採用したモデルも試作しています。この素材とかに関してはちょっとアンケートを取って見てみたいと思ってますので、動画が終了したらぜひ YouTube コミュニティの方のアンケートもお答えいただければ幸いです。素材のアンケートももちろんそうですし、最終的にこれを販売するのがどうなのかっていうのもぜひね、皆さんに決めていただきたいと思っています。引き続き皆さんからのアイデアだったりとかご意見コメント欄お待ちしております。ということで、ちょっといつもより短くて喋り足りないんですけども、最後までご視聴ありがとうございました。続きが気になっちゃったらぜひチャンネル登録、僕はもう完全にインテル派なんでっていう方は低評価ボタンを押して自己申告よろしくお願いいたします。また近いうちに動画アップ予定でおりますので、引き続きお付き合いよろしくお願いいたします。あとアンケートの参加もぜひお待ちしております。